岡総合公園に来ました。ではドローンの練習します。風はちょっとありますね、結構流されちゃうかもしれない。ちょっと飛ばしてみますね。練習してみないとうまくならない。で、今続けてみます。危ない、木に当たって木に引っかかったら回収できないところです。読むという作業が必要ですね。風を読まないと、思った方向に飛びません。
まずボーリングの練習ですね。こうしっかりやらないとダメですね。で風を読んでその方向に必ず、向いてるということですね。風が止んだところを方向転換をして撮影をするような形になります。だいたいコツが分かってきました。